はい、皆さんこんにちは。ということで、ね、今回はですね、新潟行きに来ております。今回は、10時11分発の快速キラキラウチに乗って、まあ、ちょっとだけ、村上までなんですけど、ちょっと乗車していきたいなと思います。本日も、よろしくお願いいたします。意外とシンプルなんですね。こんな感じで、まあ、黄色と青みたいな感じです。次は反対ですね、まあ、肌色っていう感じで意外と薄いですね。まあこんな感じです。で、先頭には、堤防デッキみたいなのがあります。これはいいわ。2号車を入りますとですね、このように、出現車両で空間が広がっております。ここはキラキラなお店です。ここにはですね、羽越本線遠征のなんか案内みたいなやつが、やっておりますね。乗り心地としてはですね、まあ、4パー動けるというまあ、ちょっと古い電車なんですが、まあ、あんまり良くはないんですが、まあ、家族で楽しめたと思います。このように、ここはどこだ、大型かな、大型らへんかな。
行きですけど、新発田行きを発車いたします。次の停車行きは、村上でございます。いや早いもんです。売店でですね、キラキラ弁当を購入いたしました。キラキラウエッツの社内しか、売ってない、弁当なのでちょっとね買ってみました。村上館なので、食べる暇はなかったので帰りの電車に乗ってね、食べてみたんですけど、意外とうまかったです。中身はこんな感じです。いろいろ具沢山でね、美味しかったですよ。こんなね、キラキラウエッツのグッズも売っている言っているので、買ってみてはいかがでしょうか。向こうにですね、特急稲穂が、近づいてまいりました。さんがですね、なんか解説をしていますね。多分ですね、半分の時間がこの、展望デッキにいたと思います。いや、あの眺めが良かったのでつい、なんか長時間ね見てしまいました。快速列車というものとあってね、駅を豪快に、通過するということも素晴らしいことです。ここは多分坂町駅を通過しているところです。でした。これからね、新潟行きに戻ります。ここで動画終了いたします。ご視聴ありがとうございました。When leaving the train. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again.